リュープロレリンである。商品名リュープリン。リュープロレリンは、下水体の GNRH 受容体に対するアゴニストである。通常の脈動的刺激を阻害して、GNRH 受容体の感受性を弱め、間接的に、生鮮刺激ホルモンである、大体形成ホルモン及び卵胞刺激ホルモンの分泌を抑え、性ホルモン欠乏に導く。 すなわち男女でのエストラジオール及びテストステロンを劇的に減少させる。1.88mg 製剤、3.75mg 製剤、11.25mg 製剤、22.5mg 製剤で異なる。投与間隔は 1.88mg 製剤と 3.75mg 製剤で4週間ごと、11.25mg 製剤で12週間ごと。 22.5mg 製剤で24週間ごとである。LH、RH アナログであるリュープロレリンは、前立腺癌や乳癌といったホルモン感受精の癌の治療及びエストロゲン依存性疾患の治療、並びに性的早熟の治療に用いられる。また体外受精の際の卵巣刺激にも使用される。またペドフィリア等の性的盗作について、 性的衝動の抑制に使用されることもある。女性の軽度中等度のアルツハイマー型認知症に対する有効性も示唆されている。リュープロレリンとトリプトレリン及びゴセレリンの併用は、しばしば性同一性障害の承人に対して、ホルモン補充療法を開始可能な年齢に達するまで思春期を遅らせるために使われる。トランスジェンダー女性でのテストステロン抑制効果において、 スピロノラクトンとシプロテロンの併用による抗アンドロゲン治療よりも優れているとされる。フェレットの原発性アルドステロン症やクッシング症候群の治療にも使われる。重大な副作用として、間質性肺炎、肝機能障害、横断、糖尿病の発症、または増悪、下水体卒中、血栓側栓症、うつ症状が知られている。前立腺がんの治療の場合はこれに、 血清テストステロン上昇に伴う症状と、心不全が加わる。5%以上に発生する副作用としては、ほてり、熱感、のぼせ、肩こり、頭痛、不眠、めまい、発汗、関節痛、骨頭痛、LDH 上昇が挙げられる。その他、注射部位反応、頭管、倦怠感、胃物不快感、大きい、下痢便秘、腹痛、乳房主張、筋痛、 不眠、性欲減退、陰部不快感、乾燥、騒用、出血、夜間頻尿、脱力感、乙寒、皮膚湿潤、発赤、騒用感、皮膚落雪、抗がん痛、性的不能、記憶障害が起こり得る。2005年、リュープロレリンで自閉症スペクトラムを治療できる可能性があるという論文が発表された。これは、 自閉症は水銀により発生するとする、すでに否定された仮説に基づいたものであり、さらに水銀がテストステロンと不可逆的に結合すると仮定し、従って、リュープロレリンでテストステロン濃度を低下させれば水銀濃度が低下すると推論したものであった。しかし、投与された小児・青年には性的機能の発達に非可逆的なダメージが残り、自閉症治療効果については、 科学的に信頼に至る結果が何一つ得られないという悲惨な結末を迎えた。これはデュープロンプロトコルと命名され、仮説の提唱者であるマーク・ガイアーはワクチンと自閉症との関連について意見を表明することを、その専門家ではなく医師免許も剥奪されたことを理由として幾度となく禁止された。医療専門家はガイアーの主張をゴミクズ科学と名付けた。 ありがとうございます。